はい、カームです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日はですね、じゃーん。ユニクロでーす。ユニクロで5点のお買い物をしてきたので、そちらのご紹介でーす。すでに着てます。はい、こちら、エアリズムコットンオーバーサイズティーノースリーブ、サイズは L、36番のブラウンです。はい、こちら、1990円でした。はい。はい、今日これ着て仕事してみてるんですけど、結構ここね、空いてるんですね。しかも太い二の腕が丸見えなんです。ごめんなさい、はい、で私は L サイズを、ね、選びました。肩幅があるのとゆったりして着たいかなと思って、結構二の腕がね、やっぱり前から見たら見えづらいかなっていう部分もあるけど、これで今仕事してるんで全然丸見えなんですよ。ただ今日暑い暑い、この日撮影してる日は暑いので、たまたま今日はこの服を紹介しようと思ってたから、こちら着て仕事することにしたんですけど、暑くなってよかったです。寒い日はこれ寒くて全然着れない。はい、で、こちらのタンクトップじゃなくて、オーバー、ノースリーブは買おうと思って行ったんですよ。で、下着とかもどうしようかなって思ったんですけど、私のサイズがない。オンラインっていうの、うん、そのネットでしかないので、この豆さんシリーズは諦めました。で、他にもなんかね、ワンピース的なものも売ってたけど、もう全然欲しいと思わなかったので、たくさん持ちすぎてね。だから、これだけ豆さんのは買いました。はい。うん。本当は下着類も欲しかったんだけどな。で、ネット見ても全然もう売り切れてて、全く売ってないんですよね。見たら7月上旬にまた入るのかな、なんかそんなようなことが書いてあったような気がします。はい、この色すごくいいと思います。で、今日合わせてる白いパンツにもいいと思うし、あとちょっと薄い色のデニムとかにも合うと思うし、また黒でももう何でも合いますよね。私が言わなくてもたくさんデビューされてる方がいるので、はい、私は田舎のあれおばちゃんがですね、ちょっとね買ってきてみましたみたいな感じのイメージで、はい、二の腕出して着てみましたっていう感じで、でこんな感じですみたいな。はい、ということです。はい、じゃあ次行きましょう。で、今感謝祭っていうのをやってるんですよね。はい、ということで、T シャツを買いました。じゃーん。はい、こちらは S サイズを買いましたよ。990円。はい、ドライ EX クロップド T 半袖、色は09番のブラックです。ちなみにこちらは M サイズで白を持ってるんですけど、その時 M でも大きいなって思ったので黒を今回は買いました。でクロップド丈ということで、着ていないのでわからないんですが、まあ、こんな感じですね。はい、ちょうどいい塩梅ではないでしょうか。肩幅もゆったり、まだ全然余裕ありますね。私肩幅が広いので、肩幅が広くて二の腕が太くて、あとこのアンダーっていうのかな、この胸のこの肋骨のなんていうの、広さっていうのかな、それが結構あるんですよ。私80センチぐらいあるんですよ。自分でこう測っても、ピーちゃんに測ってもらっても、誰に測ってもらってもとか、多分80は絶対、メジャーで測ったら絶対あるんですよ。背中の肉も、まあ、昔ほどついてないというか、昔はもっと太ってたから、今より10キロ以上
今55キロぐらいになってます。ちょうど55ですね。55から56の間行ったり来たりだけど、体重はだけど、それプラス10は絶対あったから、その時だったらどれぐらいのアンダーだったのかわかんないけど、その時よりはアンダーが、あのお肉ついてないんですよね。脂肪がほぼ骨のような気がします。触った感じはか、この厚みが多分遺伝的な要素であると思うんですよね。だから上半身太りというか、上半身がっちりしてて あの骨盤がなんか狭く見える、逆三角形シルエットになってそういう体型なんですよね。だから肩幅がもう広めにできてての、胸が大きいとかはないんだけど、そういう風に肋骨とかのアンダーっていうのかな、そういうのが広いから、胸もおのずとこう前に出てくるというか、今はあの、下向きですけど、はい、だからね、本当脂肪はつきやすいですね。私の、母親にいばあちゃんと同じ体型、身長は違うけど脂肪がつきやすくて、多分男性ホルモンっていうよりは女性ホルモンの方が多めの、あと筋肉がつきづらい体質です。男性ホルモンが多かったら筋トレとかしたりしたらもう結構割れたりとかするんじゃないかなって、私の独学の勝手な、考えだけど、ね、男性だってそうじゃないですか。なんかこう結構こう男性ホルモン多い人の方が、特に筋トレしなくても結構筋肉質とかあるじゃないですか。私顔濃いけど、あの目、あのなんていうのかな、毛が薄いというかそんなに濃くないんですよ、だからね、ホルモン系で言ったら女性ホルモンの方が今のところはもうだいぶなくなってきて、男性ホルモンの方が多くなってきてるかもしれないけどだからね、絶対ね筋肉になりづらいのと、なんか脂肪がつきやすいですね。もうこれはもう53年生きてきてやっとそういうことかって思う太りやすいのはそういうことなのかなって思ってます。はい、話が横道にそれましたが、はい、で次ということで、アンダーが80もあるので絶対こうなるんですよ。で、私この豆さんの本当は欲しかったけど、サイズがネットでしか売ってないからやめたんですけど、はい、ユニクロのこれです。エアリズムブラキャミソールですね。 XL です。はい、 XL ですね。こちら、あのなんだ、早見表みたいのが置いてあったから、それ見てこう合わせたんですよ。そしたら私のサイズは XL でした。はい、L じゃね、絶対多分きついと思います。まあ、いろんな方のレビュー見たけど、この胸のこのカップとかっていうよりは、ここのゴムですね。ここがきっと L だとなんか息苦しいんじゃないかなって思ったので、XL ですね。はい、これはもう夏限定で、はい、下着がね、やっぱ、暑いですもんね、さすがに。北海道でも暑い日ってやっぱ続く日があるからね、その時はもう絶対便利です。で、去年 GU のこういうの似たようなものを買ったんですが、それもサイズが XL でした。なので私は多分そのアンダーが大きめにできてるのでXL です。はい、内容はさておき XL です。アンダーのせいです。はい、はい、オリーブを、本当は黒欲しかったけど売ってなかった。ネット上で売ってるから欲しいなとは思ってるんですけど、はい、じゃあ次、はい、色違いですね。こちらも白をね買っちゃったんですけどはい、同じ、はい、サイズ XL です。白な、なんか汚れたりして、なんか食べ物とかつけたりして浸透したら嫌だなでも今そうだ、感謝価格だから1290円だったんで、それで買おうかなって思ったの。そうだそうだ、あ、やっぱり黒も買っとけばよかった。ネットでか、あの売ってたら買おうかなはい、では次ラストですね。これは、はい、もうこれはショーツです。これは一応 L ですね。逆三角形シルエットだからこれはね、何回もね、買ってるんですよ。しかもこの深履きのタイプ
これはねすっごくいいですね。なんていうのかな、下着の線も見えづらいし、あとなんだろうね、履いてても軽い、うん、でお腹まですっぽりとね包んでくれるからこう安心感がある。これはもうなんていうの、実用的というか、そのね、レースビラビラとかそういうのってちょっと下着服に響いちゃうじゃないですか、こうガタガタついちゃったりとかって、それがすっごい私は嫌で、これは女の人にしか分かんないかもしれないね。こんなのが男の人はちょっとえーって思う人もいると思うんですよ。それは趣味の趣味でね。それは度外視です。それはそれとして、女性的として、服をおしゃれに着たい人にとして、うん、こういう下着の方が私は、いいと思うんですよね。こういう響かないアウター、T シャツとかにも響かない、なんかいっぱいレースついてたら T シャツ着てもボコ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 なっちゃうじゃないですか、うん、それはね若い人はねいいかもしれない、可愛い、逆に可愛いかも。でも、うん、50代以降になってきたらもうシンプル、何があってもシンプルが一番だと思うんですよね。ということでこれを買いました。追加ですね、なんか買い足しですね、買い足し、うん、はい、ということで合計、5点ですね、はい、5点です。これね、これ合わせて、はい、これはね色違いはやめとこうかな、GU の似たような感じのあるじゃないですか、まあ、似てない、違うんだけどね、ものはそれも今年買ってるし、うん、結構二の腕出したくないとか言いながらですよ、買ってるんですよ、二の腕出ちゃうやつ。はい、でもこの色が私好きなので、今後、ザラで買ったパンツ類とかに、ね、合わせてもいいかななんて思ってます。はい、ということで、購入品紹介でした。はい、着た感じはざっくりとなんですけど、この後すぐ載せます。はい、ということで、何かのお役に立ちましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、アンダーが80あるカームがお伝えしました。またねー。